Okay, this is Joe Strummer, and you're listening to Shibuya FM. And these people are laughing in the background because this is the station to listen to. And this is 78.4 megahertz on the dial. And this is Everybody Knows, so get down and get with it. Carl Solomon, I'm with you in Rockland where you're madder than I am. ベストを尽くせば全部正解。こんばんは、エブリバディノーズ DJ の東雄一郎です。今日はワールドカップ一番盛り上がってる、だからこの番組を聞いてくれてる人はサッカーを見ながらか全然見ない人か、まあどっちかではありますが、どうなんでしょう。そんな世間の情勢には全く関係なく、土曜日の夜にこれをなんか知ってる、こういうのあるんだけどっていうのを、まあ、送り続けて、いるエブリバディノーズですけども、まあ、今週も久方ぶりですね、ゲスト3週間ぶりぐらい、あ、先週あったか、もう毎週何をやってるのか追っかけてやってるんで忘れてしまいますが、久しぶりにこう呼びたいなという人をね、また呼ぼうというシリーズに入っていければなというところで、今日はまたちょっと今までとは違うお話をできるかなという感じで、世間の情勢に関係なく勝手にやっております、エブリバディノーズ。それじゃあ今夜も60分間駆け抜ける番組でトークハード。Hey everybody, this is James from Yo La Tango, and I'm very happy to be here on Shibuya FM, the program Everybody Knows. It's a wonderful program, hosted by a very handsome man, and I think you'll like it a lot. 今夜の Everybody Knows は、ずっと今年に入ってからですね、まあ、他力本願呪術なぎみたいな感じで、全然こう自分が今までこう入ったことのなかったジャンルの方、音楽以外の方を中心にお話伺ってたんですけども、一旦それをまあ5月の半ばぐらいで、まあ完結させて、まあ新しい、じゃあ次のシリーズどういうふうにしようかなっていうところでですね、まあ仲間内でちょっと変わった本があるよなんていうところを聞いてですね、と思って、見てみた本が一冊ありまして、それはですね、AV 音音時代、5000人抱いた伝説男優の告白っていうね、このタイトルだけ聞くと、お、なんかちょっとスケベ心、普通にはスケベ心でこう、フックになるようなタイトルなんですけども、まあ読んでみると、これは一つこう、まあ80年代っていうね、まあ AV っていうものが出てきた時代背景と、そして東京と、なんかそれを取り巻くこうザワザワしたこう人間のこうエネルギーがすごい、今よりもあった時代の、お話っていう、まあそれをドキュメンタリーなのか、これはどうなのかっていう、そういうようなこう本をですね、まあ一人の伝説の AV 男優タイガー浅尾さんっていう人のことについて書かれたものなんですけれども、それの著者であります東良美希さんという方をですね、なんとかこの番組で、この本について、そしてその時代について、お話しいただけないかなと思ってですね、ちょっとアクセスして、今日は全然もともと面識がないところで、スタジオにお呼びしております。東良美希さん、ライターの東良美希さんです。どうも初めまして。はい、初めまして、東良です。こういきなりこういう形で来てもらうっていうのも、まあ、まあ、何回かあるんですけども、僕としては、非常に新鮮な感じかなというところで。はい。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。合わせてね、音楽の選曲も、なんか、こう、いいものを持ってきていただいてるみたいなんで。え、今日は、ちょっと頑張って。まずじゃあ、東良美希さん、のこう簡単なご紹介というかね、はい、どういう人となりなのかみたいなところをですね、少しずつ最初聞いてから、この AV 黄金時代というお話に入っていければなと思うんですけども、はい、東良さん自身というのは
いろいろまあ物を書いたりとか、そのいわゆるビデオのそのいわゆる AV の制作とかもやってたこともありという。そうですね、それはまさに80年代の話ですけど、もともとはどういう成り立ちでそういうちょっとこう変わった家業に入ってった。ですね、僕が大学を卒業したのが1982年なんですけども、笑っていいともが始まった年なんですけど、そういうとすごく昔のことなんですが、それで卒業して、まあちゃんとした就職活動とかもしてませんでしたので、ただまあすごい雑誌の時代だったんですね当時。そうですよね、僕は高校時代に宝島っていう雑誌があったりとか、渋谷雄一さんのロッキンオンとか、そういうの高校生の頃から読んでて、で大学生に入った頃に椎名誠さんの、本の雑誌というのが、出まして、でまあその雑誌に何か関われないかなと思ってたんですよね、でその時にやっぱりその雑誌って本当面白かったんですけど、その中の最先端を言ってたのが、当時そのまあエロ本と言われたですね、まあいわゆる今で言うとアダルト雑誌ですね、まあその、なんでしょうね、今はそういうアダルト雑誌っていうのを手に取って見る機会もね、もうない時代になっちゃいましたけど、なんかねそれがすごくこうまあ惹かれたっていうか、まあ若かったですから、何かそこにこうそういうところに真実があるんじゃないかみたいな、まあ思い込んだりとか、あとそのまあ時代がちょうどパンクを形成してましたから、僕はなんかその生意気にもですね、エロ本っていうのは雑誌のパンクじゃないかなっていうような、なるほどね、気がしてたんですね、つまりそのパンクロックっていうのはまあミュージシャンから楽器の修練っていうものを解放したわけじゃないですかそうですね、でそういう意味で、あ別にそのちゃんとした大、いい大学出て、一流の出版社に入らなくても本なんて作れるんだみたいなことをちょっと思ってですね、でまあそういう時代だったんですよね。あとは自主映画とかもすごくブームでしたし、あれも結局撮影スタジオっていうところから映画館の作り手が解放されて、今も本当にそういう時代になってますけど、まあ、それでその雑誌のパンクだなみたいなことを思って、でまたそういうエッチな本の出版社っていうのはですね、意外と簡単に入れていただけるんですね。入り口も簡単ですと。そうなんですなるほどね。面接に行って、あ、よろしくお願いします。いつから来れるみたいな。そうなんです。風俗店と一緒ですね、みたいなね。なるほどね。僕はね、もうちょっと違う入り口なのかなと思って、いわゆる、普通の雑誌に影響を受けて、いわゆる大手のね、出版社に入るっていうのは結構、ちょっと前までは割と人気職業だったじゃないですか。そういうところに行きたいんだけど、行けないところでとりあえずこう入っておけっていうような感じのこう入り方だったのかなとか思ったんですけどね。そうじゃなかったんですね。逆なんですね。やっぱりそのエロ本っていうのが、そのあと当時はですね、若い方はご存じないと思いますけど、自販機本なんていうのがありまして、自動販売機で、そういう本を売ってるんですね。売ってましたね。そうすると、こう本屋さんで買おうとするとですね、こうレジに可愛い子がいたりすると買えないわけですよ。だから怖そうなおじさんのおばさんだと、こう、まあ僕もこう経験ありますよ。中高生の時に咎められるんではないかというね。そうそうそう。ねえ。あんたいくつとかね。そう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 。あ、今日は通過したぜ、みたいなね、そういうの、自販機本。で、自販機本だと、こう、まあ、夜中にこうね、自転車でこう、買いに行ったりできるっていう。で、まあ、そういうのがあったんですけど、で、まあ、自販機本を作っていた会社が、まあ、アリス出版とかですね。有名ですよね。今、作家になっておられる亀和田武さんとかがいらした、アリス出版とか。それから LC 企画っていうのがあったりとか、そういうところの人たちは、もはや、文化は本屋では買えないのだっていうようなことを言って、まあそれは一つのまあジョークというか嘘吹いてるというか、でもまあ一つのその決意表明みたいな、はいはいはい、自販機の方が文化が高いぜみたいなことを言ってらしたんで、ね、なんかまあそういうことにすごく影響されてだと思うんですね。なるほどね、やっぱり自販機本をね、中学ぐらいの時ですけど、
買いに行って、意外と音が出るんですよね。ピピピピピっていう。あれに驚いた中1、中2ぐらいの時ありましたけどね。わざわざ遠くまでその、ジョギングしに行くよなんて言いながら買いに行ったところが、そんな音が出て、っていうようなものを、こう、作り手だったってことですね。そうですね。その時にね。なるほどね。まあそんなところに関わったところが、まあ今回の AV 黄金時代の本に結びつく、はい、こうすごい時間を経て結びついていくっていうことでもありますよね。そうですね。うん、そこで関わった人っていうところでね。その本の中にも書いたんですけども、AV っていうのは実はそういうこう雑誌の作り手から生まれたようなところが、なるほど、あるんで、うん、一般的になんとなくそれまでピンク映画とか日活ロマンポルノとかがありまして、そういう人たちがビデオの時代になってアダルトビデオを作り始めたんだと思っておられる方が多いんですけども、うん、実はその雑誌からの流れの方がすごく多いんですね。映像からなんかピンク映画が廃れてきたからこう手軽なこう、ビデオに移行したってことじゃなくて本から飛び出てったっていうことなんですかね。結局その雑誌がすごくやっぱりいわゆるヌード写真っていうのが、80年代の前半、やっぱり非常にこう先端的なものだったんですね。はい。本当にメジャーなシネマキシンさんとかそういう人たちも素晴らしい作品を撮っておられたんですけども、うん、いや本当にそのマイナーなグラブアダルト雑誌でも非常にいい写真があって、うん、まあ、そういうところからこうそれを動かしていったらどうなるんだろうっていうようなところで映像につながっていったっていうところはあると思います、うんうん、なるほどね。今日はそういう深い話に行きながらこう、はい、東良美紀さんに選曲してきていただいた、音楽をかけようと思うんですけど、はい、まず最初は、グランドファーザーズというね、はい、これはどうして、これはまあこの本の中に前半の方に出てくるんですけども、まあこの主人公のタイガー・サオという男が、はい、やっぱりそのアダルト雑誌に載ってた広告で、うん、エロビデオの男モデル募集という、そこに入って人生が変わっちゃうわけですね。1日1万5000円というギャラに釣られてですね、行って、はい、でまあ大抵の人が思うと思うんですけども、うん、エッチな本っていうのはなんか怖い人たちが作ってるんじゃないか。まあそう思いますよね。なんか女の子騙して連れてきてやってるんじゃないか、うん、って思って行ったら、その行った先が KUKI 久喜という今でもありますけどメーカーでして、はい、うん、そこのオーナーというのがもともと寺山修司さんの、天井座席にいらした方で、はい、まあ、そういうすごくこうなんていうアンダーグラウンド文化みたいなのを、うん、の担い手の人たちがたくさんいたんですね、そういうところで自然にこう、まあ、そういうミュージシャンだとか、うん、いろんな人が入ってきて、うん、CCB の関口さんなんかもそこにいたそうです。いやいや、そうですよね、ビニボンに出てたよっていうのを当時フライデーかなんかで出ましたもんね、でそこにも出てきますけど、その本の中にも出てきますけど、まあ、グランドファーザーズっていうバンドをやってたメンバーの、はい、ベースの太田くん、はい、今カーネーション、後にカーネーションですよね、カーネーションっていうバンドで言いますけども、はい、まあ言ってもいいと思うんですけど、いや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 、で彼らも結局そのバンドでは食えなかったので、はい、まあそういう、仕事をしてて制作に携わってたっていうね、はい、有名な話ですよね、その太田さんがいたグランドファーザーズ、はい、グランドファーザーズ、の僕は火の車、はい、
グランドファーザーズ、僕は日の車を聞いていただいてますけども、まあそんなこんなでこうトーラさん自身こうエロ業界に入ったところで出会った人の中で強烈なインパクトを残した人っていうのがタイガー浅尾さんっていうことですか、今回この本になってる。まあ、それタイガースはもうそうなんですけども、うん、そのまあ茎っていうメーカーがまあ非常に面白くて、はい、その本の中にも出てきますけど、あの伊勢林太郎という監督がいまして、はい、その人がですね、もともとその茎っていうメーカーはいわゆるビニール本を作ってたんですけども、はい、その他にもこうカセットボックブックみたいなのを作ったんですね。それはいわゆるヌード写真に声が、あのカセットテープがついてる、エロテープってやつですね。そうです、エロテープで、ですね、女の子の声が入ってるという。でただその伊勢林太郎っていう人がまあむちゃくちゃな人でしてね、うん、そういうのにもかかわらず日本当時の東京のパンクロックっていうかニューウェーブの連中の、うん、音源を入れたりとかしてたんですね。あ、そのカセットブックの感じですか、はい、それ持ってます？いや僕今はないですけど、それ聞いてみたいですね。それはすごいかった、だから聞いた人はびっくりしたと思いますけど、うん、それに入ってたのが、うん、まあそのジャガタラであったりとか、あと田口智朗さんがやってたガガーリンとか、バチかぶりじゃなくて、バチかぶりの前ですね。それと伊藤与太郎さんのメトロファルスとか、はい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 、そういうバンドが入ってたんですね。そうか、じゃあトーラさんの中ではやっぱりこう、いわゆるパンクとか、その辺のロックとやっぱりこうかなり接近してたこうジャンルなわけですね、エロがね、当時のね。そうですね、特にその、うん、僕はそのパンクロックとか当時のニューウェーブっていう音楽には疎かったんですけど、どっちかっていうと、どっちかっていうとあのアメリカのダウンとアースな音楽ばかり聴いてたので、うんうん、まあ、ニール・ヤングだとか、はいはい、ボブ・ディランだとかそういうのばっかり聴いてたんで、暗かったんですけど、うん、まあ、そこで意外とそういう人たちと出会って、うん、あ、面白い、すごい面白い人たちだなっていうふうに思いましたね。なるほどね。なんかこう、ルール無用なんですね。ルールはそのやっていく人たちが作っていくっていう感じですよね。そうですね。ね、本当に、規制っていうのもだいぶ今よりもあったでしょうし。なんかね、その辺のまあめちゃくちゃ感を割と客観的に見てたところあるじゃないですか、トーラさん自身は。そうです。渦中にいながらも。ただまあ。もう何をやってもいいんだっていうのがありましたね、うん、お客様に対して、うん、まあ、今のアダルトビデオとかってどっちかというと、うん、お客さんのためにがこう お客さんがこういうのが喜ぶんじゃないかとか、うん、こういうのがエッチだよねとか、うん、こういう子がいいよね、人気出そうだよねっていうところでやってると思うんですけど、うん、当時の僕らはそういうことは一切考えてなかったですね。自分たちが面白いと思うもので、こう、まあ、ね、よりピンク映画と違ってこう個人空間で見るわけですから、その人たちが、っていうことを考えずにってことですか。そうですね、うん、でだからといってそのエロっていうかそういうそのセクシャルなものに対して全然ないがしろにしてたわけでは全然なくて、やっぱりそういうものって強いですから、やっぱりその目の前で18区の女の子たちがそういう生活をしてるわけで、まあそういうのは非常に面白かったですよね。でそういうものに何か例えば BGM 的なものをつけるとなると、やはりなんていうのかな、こう、まあ、おとなしい音楽よりは、うん、意外とそういう当時の尖ってた音楽、尖ってた音楽なんかの方が、うん、こうあったような気がするんですね。なるほどね。そんな中で、今回 の AV 音源時代のね、はい、タイガー浅尾さんという人、はい、まあ、僕もなんかやっぱりその男優さんを中心にね、うん、見ないわけなもんで、はい、顔を見るとああぐらいのところから、まあ、どういう人なのかなって今回の
書かれた本でね、えー、認識したってとこもあるんですけども、どんな人だったっていうところを分かりやすくそうですね、タイガー・サオっていうのはまあ不思議な人でしたね、うん、何なんだろうな、まあとにかくこう、やたらと女の子にモテるんですけども、うん、嫌味じゃないっていう、なんでしょうね、こう女の子がこうやっぱりこうほっとけなくなるというのか、うんうん、その本の中にもその雨の中で捨てられた 子犬のような目をしてる、まあ、よく言う表現ですけどね、本当にそういうのをちらっと見せるんですよね。それは無意識にって感じなんですかね。まあその彼のその本の中でも詳しく出てますけど、その彼の生い立ち、うん、まあ、彼のそのお父さんっていうのが、まあ、あの日本の60年代のファッション界をリードした、うん、服飾デザイナーで、はい、でまあ、すごくまあ優秀な人なんですけども、うん、そのどうもその、まあ、愛情に薄い人だったのか、うん、まあ、今でもお元気なんですけども、はいはい、そのどうもその浅尾ちゃんに対してあまり可愛がってくれなかった、うん、っていう、その本の中にもあのプールで溺れかけた自分の息子が出てますね、助けなかったというエピソードが出てきますけど、うん、その時にやっぱり、ああ俺は愛されてないんだっていうふうに思ったっていうんですよね、うん、だからなんかそういうのがどうもこう体からにじみ出てくるみたいなんですよ。そこをまあ女性がこうキャッチするっていう、ね、本人はまあその身長が180センチ以上あって、まあ細身で、うん、まあマスクもいいし、うん、その当時はそのリーゼントでビシッと決めていてっていう、うん、吉川浩司さんがやってたあのファッションありますけど、はい、あれは一説によると浅尾の方が早かったんじゃないかという、 そうなんすか、いうふうな話もあるんですけども、まあ、そういうふうに一見すごくこうなんかこう、うん、かっこいい男なんですけども、うん、なんかところどころにそういうこうなんかこう何か愛情を求めてるのが、うん、見えてきてしまう、うんうんうん、そこが女の子に対して何かこう惹かれるっていうところがあるのかもしれないですね、うんうんうん、なるほどね。でそれがねやっぱりこう都市伝説的なっていうかね、はい、そんな人いるのっていう、こう、今の2010年の時代だと、なかなかこう、想像しにくいっていうところが、この本を、想像力かきたてるところだと思うんですけどね。そうですね。同じ時期にどれだけ活躍しても、伝説になる人とならない人っていると思うんですよ。昔、昔でもないけど、以前近田ハローさんがおっしゃってたと思うんですけど、はい、例えばバンドでも、うん、その伝説になるバンドとならないバンドがあると、うん、で例えば村八分なんていうのは、うん、俺は見た何度も見てるけど、うん、ひどい時はひどかったと、うん、でも伝説になるんだと、うん、でもう他にもやっぱりすごい例えばバンドってたくさんあったと思うんですけど、うん、その中じゃあそういう人が全て伝説になるかというとまた違うと思うんですね。そこの違いって何なんでしょうね。それがこう不思議だ永遠の謎なんじゃないかと思うんですけど。なるほどね、だからタイガーさんがなぜだけがなぜ伝説になるのかっていう、うん、それはやっぱりそのタイガーさんっていう人を、うん、の何かに惹かれて、うん、それを求めてこう、うん、それがこう一人歩きしてしまうというかですね、なんか部分があるんじゃないか。なるほど、そこを探求してみたいという部分も今回このまとめられた本のこう最初のモチベーションにもあるわけですか。そうですね、うん、ですからそのなぜそのタイガーさんがそう伝説になってしまったのかっていうと、やっぱりその女の子たちが、うん、まあいろんなところでいろんなことを、うん、まあ彼に好かれようとしていろんなことを言ったのか、うん、あるいは彼女たちの中にあるタイガー・サオ像っていうのが、うん、こう一人歩きしたのか、うん、それはよくわからないんですけども、うんうん、でもみんなだから僕読んだ読後の感想ですけど、特に女性なんかはね、そんなにこう出会いと別れもたくさんこうありますけど、嫌な気分は残らないで、うん、こう割と関係が終わっていくっていう、なんか、うん、そんな気がね、うん、こうするんですけどね。タイガーさん本人は
そのなんで女の子にそんなにモテるんですかと、うん、言われた時にそれはこう、うん、女の子に自分は合わせられるからだっていうようなことを言ってますね、うん、つまりその女の子によってこう相手によってそのこう形が変幻自在に変わってしまうというかですね。なるほど、だからこういろんなこうそのイメージが生まれていくっていうようなまあモテる人の割と特徴かもしれないですよね。あ、そうなるんでしょうかね、うんうん、まあ男の人は自分の型をこう、に押し通そうとするけれども、割とこう柔軟にこうアメーバのようにこう相手によって自分の形を変えていくっていう、この辺なのかもしれないですよね、もしかしたら。いろいろと曲も持ってきていただいてます。次は、ブルース・ビンボーズ。はい。はい、どうしてここでブルース・ビンボーズが、私初めて書けますけど、ブルース・ビンボーズっていうのは、まあ今で、伊藤浩さんという、はい、まあなんて言うんでしょうかね、それこそ伝説の伝説の、うん、伝説のロックンローラーですけども、うん、で、伊藤浩さんが、まあ80年代にやってたバンドがフールズというバンドで、はい、今、また再結成してやっておられますけども、はい、でやっぱり、その一つも伝説ですよね。伝説というところで、うん、何かシンクロする部分があるんじゃないかっていうところで持ってきていただいた、はい、ブルース・ビンボーズで Oh Baby。 Oh Baby 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 I need love Baby Oh Baby Oh Baby お前は一人ぼっちじゃない。 Oh BabyOh baby お前をほっとけやしない。わけのわからない悲しみに沈んでぼんやり雨を見てた時もいつもあいつがお前のことをずっと愛してNow
界。ブルース・ビンボーズ、オーベイビー聞いてもらいましたけれども、その伝説っていう意味でね、ええ、まあこのブルース・ビンボーズ、伊藤浩さんも、はい、まあまだこう、ちゃんと生ける伝説として、はい、そして、トーラさんが今回、この単行本ね、AV 黄金時代の、はい、テーマにしたタイガー・ハソーさんとしても、ええ、まだ生ける伝説として、ええ、いらっしゃるということですけども、はい、でも生きてる人ね、の、まあこう、語り聞いた、ものをこうやって小説としてまとめるって非常に難しいところだったんじゃないですか、そのエピソードや周りに取り巻く人のことをね。そうですね、ただまあ、うん、その本人が、あ、その今ちょっとオーベイビー聞いててちょっと思い出しましたけど、はい、伊藤浩さんに、僕インタビューさせてもらったのは2000年頃かな、うん、やっぱりあのすごく似てますね、そういえば似てる似てる、なるほど。とにかく何でもいいよ、好きに書けよ、あー、なるほどね、うん、取材対象としては非常に楽な感じではあるっすよね、こう書いてくれ、普通やっぱり人間大抵の人気になると思うんですよ、よく書いてくれるかなとか、うん、やっぱりあのこういうとこは書いてほしくないなとか、うん、言ってしまったけども、後でこれ抜いておいてみたいなのありますよね、ところがまあその伊藤浩さんもタイガーさんも全くその辺が、うん、もう好きに書いてっていう、うんうん、そういうとこがやっぱりになんかなんでしょうね、まあだからコウさんなんかもそう、浅尾ちゃんもそうだと思うんですけど、やっぱりこうやっぱどっか変幻自在っていうか、うん、だからまあ僕が見たタイガーそうでしかない、うん、まあそうですけどね、うん、結局それが分かってるんじゃないですかね、結局そのタイガーそうにとってタイガーそうっていうのは5000人女の子がいたら5000人分のタイガーさんはいるんじゃないか、まあまあそうでしょうね、うん、じゃあ伊藤浩さんとタイガーさんは同じ星の住人だったですね、そうですね、きっとね、でもなんとなく両方とも僕はお会いしたことないですけど、分かるような気がしますけどね、出ますね。で今回トーラ・ミキさんがねこの書かれた AV 黄金時代っていうのは非常にボリュームのある本ですよね、はい、こう単行本で約500ページ、はい、これまあ連載はどちらでやられてたんでしたっけ、オレンジ通信という、はい、あの非常に古くからある AV、 あったもうなくなってしまったんですよ ね、そうですね、去年で一昨年でしたか、AV 情報誌、AV 情報誌ですね、それに連載してたんですけども、うん、まあ、そこで連載してたのを、まあ、こう、その雑誌、オレンジ通信自体が、こう、休刊になっても、なんかこう、こうやって本として、こう、本心にまとめられたのですってすごいなと思うんですけどね。そうですね。それは本当幸運だったですね。それはでも、ただ、その連載するときから、うん、あの、まあ、僕今51なんですけども、はい、担当の編集者とか、担当の編集さんとかがやっぱり30代、前半ぐらいの、うん、まあ、若い人たちで、うん、そういう人たちがすごくそのタイガーさんっていう人を面白がってくれたんですよね、うん、で、あ、これはもうこの人のことは書かないとダメですよみたいな、うん、僕は本当にまあ古い友達なので、うん、まあ、古い友達のことを書きたいなぐらいのちょっと軽いつもりだったんですけど、うん、やっぱり そこでもまた一つこう伝説が一人歩きするそうで、またその単行本のお話も全く別のところからいただいたんですけども、うん、そのやっぱ編集さんもやっぱりこれは本にした方がいいですよっていうような、うん、なんかそういう、まあ、それはタイガーさんっていう人間の持ってる、うん、一つの魅力だと思いますね。そうですね、非常に魅力のある人間として、男として描い
描かれてますよね、うん、ですからその実際会った人はの中にはおそらくこの本を読んでいやタイガースってこんなやつじゃないよっていう人もいると思うんですよまあそれはね、ええうん、だから それがやっぱ彼の面白いとこですね。なるほどね、会う人によってでも、うん、八方美人や多重人格ってわけではないわけですよね、結局自分が私はタイガースをこう思いたいっていうのがやっぱ強くなってしまうんでしょうね。なるほどね、だからこういうタイガーさん以外は認めないとか、なるほどね、でもこれなんかドキュメンタリーよりドキュメンタリータッチに持っていくと、この本ってこの女性側のね、あの意見ももう少し膨らまして入るんでしょうけど、そこをなんかこう、切ってるところが俺はいいなと思ったんですけどねそのなんていうか、これはまあトーラさんが見たっていうところをやっぱ軸に持ってきてるってところがね、なんかそんなことをね、思いましたけれども、でもこれは例えばこの渋谷のこの風景もところどころに出てくるというところがあって、まあ、当時の渋谷は僕はまあ足踏み入れていなかった時代ですけども、なんかそういうなんかこう言葉による筆致によるね、東京の過去の東京を描いてるっていう意味では非常に面白いなっていうところもありました、あ、そうですね、まさにタイガーさんが2本目に出る AV っていうのが、そうそうそう、このそうスタジオの講話っていう古いね、講話は今でもありますね、ありますよ、でも行ったことないんですけど、当時からあって、あれなんですねなんて思ってね、なかなかラブホテルなんていうのは貸しても当時は貸してもらえなかったんですけども、まあ、撮影場所としてね、まあバタバタしてますからね、本物のっていうか本当の恋人同士が入ったら、もうちょっとそういう撮影とかがね来てると嫌がるでしょうし、でしょうね、そうだからその講話っていうね、こういわゆるラブホテルがあって、でこの道玄坂でこう、タイガーさんがその主演の女の子とちょっと行く前に中華料理食べようなんて、どこの辺だっけな、もうないようなその店ななんて思いながらちょっと読んでたんですけどね、じゃあ曲また、ジャガタラ、これは僕も好きな曲ですけど、どうしてジャガタラを、そうですね、まあさまあ、伊藤浩さんとかもそうなんですけども、そのまあ中心にいたのがやっぱり亡くなった江戸明美であり、それとまあギターの音ですね、で江戸明美がまあ精神にちょっと心の病になって、1年か2年か忘れましたけど、まあ高知の田舎に帰るんですね、その時に音がまあ、いろんなとこにこう出入りしてたんですよ、で後から聞いた話ではその音としてはジャガタラはただ休んでるだけなんだよ、明美が戻ってきたらまたやるんだよっていうのをアピールするためだったらしいんですけども、まあよく分からないんですけど、まあ、でその先ほどから来から話に出てるその久喜というメーカーにやっぱ音が出入りしてたんですね、で彼はミュージシャンですんで、その音楽をつけてたわけですか、アダルトビデオの音楽をつけたりとか、うん、僕もその久喜というメーカーで初めてアダルトビデオを撮らせてもらったんですけど、その時の音楽は音にやっていただきましたし、でだから音がまあすごくそういうそのなんていうんですかね、まあ社交的な人で何でも OK みたいなことで、まあイラストレーターの八木康夫さんとかですね、細野晴臣さんの台湾陽光、トロピカルダンディか、アルバムをデザインした人ですけど、八木康夫さんとかそういう人たちがたくさん出入りしてたんですね、でまあその中にもフールズもいたし、でまたその、やっぱり渋谷になりますけど松見坂でしたか、ジャガスタ、通常ジャガスタと言ってたジャガタラスタジオがありまして、でそこでまあまあ、今日これからかけてもらうそのアルバム、ナンバートライというのはそこでレコーディングされたんだと思うんですけども、でそこにやっぱり撮影に行ったりとかもしてましたし、なるほど、じゃあ、そのジャガタラの、ジャガタラ単語を聞いてもらいましたけれども、先ほどおっしゃったその、まあ、お父さんが、トーラさんが最初に監督がやれた AV のね、音楽つけてたっておっしゃってましたけど、いわゆる映画の
劇版というかサントラのように、その当時のそういうものに使われた、アンダーグラウンドインディーロックの人たちの音源集みたいなのって、作れないんでしょうね。あったら面白いと思うんでしょう。まあ、あんま買う人もいないと思いますけど、そういう形では音源みたいなのって残ってないんでしょうかね。そうですね。ただその当時はジャスラックとかに入ってなかったりしたので。ですよね。その伊勢利太郎という監督はその単語なんかはよく使ってましたよね。あ、なるほど。それはもう本当になんて言うんですか、あの、まあ、あのマネージャーさん、あのジャガタラのマネージャーさん、大平さんっていう方ですかね、総理っていうあのあだ名の、でに頼むよみたいな感じで、いいよみたいな、そういうので住んでた時期だったんじゃないですかね。まあ、だんだんそれでそのうちにその、まあ、ジャガタラが、まあ、どんどんメジャーになっていくに従って、だんだんそういうこともまあ難しくなっていった、まあ、そういう意味ではまあいい時代だったんじゃないですかね。本当にそういうすごい才能のある人が、まあ、本当に身近に友達のようにいて、やるよみたいな、音楽やってくれる、やるやるみたいな。なるほどね。もうそこも、取っ払いで買い取りぐらいの感じの。本当にそうですよね。ね、ことですよね。なるほどね。でもそういう頃のその 音だけを聞いてみたいですね。劇版のね。そうですね。まあ今夜のエブリボディノーズは、AV 黄金時代という、まあ、タイガー・アサオという伝説の AV 男優のことを、まあ、フィクションではない小説的な切り口で、執筆された、トーラ・ミキさんをお迎えしているわけなんですけども、この本の、まあ、触りというか、どんなのものかなっていうのをね、はい、500ページぐらいのものをかいつまんでちょっとお伺いしてきましたけども、なんかこれは一つトーラさんの中に、こう裏のテーマがやっぱり潜んでるわけですよね。そうですね、まあ、この本はタイガー浅尾という男に関するその都市伝説から始まるんですけども、まあ、結局そのある日そのに、人気の AV 男優が、芸能界にスカウトされて、人気絶頂の時に姿を消してしまうと、で、まあ、そういうその一つの都市伝説があるわけですけども、で都市伝説って何なのかっていうと、やはりそれはある事実、真実の一面が、事実の一面がこう肥大して、こうメタモルフォーゼしていったというかですね、こう違ったものに変わっていくっていうような、人々のこう口伝えによって変わっていくっていうことだと思うんですね。では本当じゃあそれは嘘なのかっていうとですね、それはそれを求めた人がそれだけの人数いるわけで、そうするとその人たちの心の中にあるタイガー浅尾像っていうのは、それはやっぱり本当なんじゃないか、しかし伝説になった途端にそれは真実か真実ではないか、ちょっとよくわからなくなってきてしまうという、嘘か誠かっていうかね。そうですね、ですからアダルトビデオっていうもの自体もどうなのか、本当に例えばそのセックスしてますよとか、この子は本気ですよって言うんですけども、果たしてそれが本当なのか。ピンク映画だったらば明らかに虚像だと思いながら見てるわけですよね、意識がね、でも、あの AV の場合は、なんかそういうものとシンクロさせながら見ないとっていう意識が一つあるかもしれないですよね。でもところがそれが本当のことなのか、本当の気持ちなのか、それは分からないわけですね。ただその見てる人が、あ、この女の子は本当にいい子だなとか、本当にこの子ってすごくエッチだなとか、そういうその人の見る人の気持ちは本当だと思うんですよね。なるほど、見る人の気持ちは本当、ああ、それはそうかもしれないですね、結局でもその見る人の気持ちの本当が集まっていくと、何か一つのまた虚像になってしまう。なるほど、不思議なとこですよね。それと今おっしゃったお話と、今日これ最後にこうかけながらっていう感じでお別れですけども、友部正人さんのおしゃべりなカラスっていうね、この曲僕もすごい好きなんですけど、これとなんかこうなんかトーラさんが考えていらっしゃることとなんかこう
シンクロするとこがあるんですかね。そうですね、やっぱりあの、まあ、僕もトムさんの中でこの曲一番好きなんですけども、うん、それはその嘘は命のバロメーターさっていう、うん、今その真実だけでは生きられないさって言ってますけども、うん、あのそれこそがなんていうのかな、こうこの世界全体のことなんじゃないか、でもやっぱり人間っていうのは本当のことをやっぱり求めているわけで、うん、本当のことを求めていこうとすればするほど嘘にたどり着いちゃったりとか、うん、難しいけどそうなんだよなっていうね。そうですね、うん、なんかいろんな場面に今言ったお話って、突きつけられるようなテーマかもしれないですね、はい、なるほど。この本を、まあこうね、作り上げて、僕なんかとしてはそのまあ80年代 の, その AV の このタイガー麻生さんがこう一番こう生き生きとしてた時代の一部分ですけど、はい、その後のお話を もっと読みたかったなっていうのが個人的にあるんですけど、そうですね、その辺は今後考えます。まあ、そろそろ80年代っていうのも、うん、いろんな意味でちょっと語りやすくなってるんじゃないでしょうかね。あのやっぱりこうバブルがあって、いろんなことでみんな踊ったり、その後ダメになったり、死んじゃったり、まあいろんな人がいましたけど、でもやっぱ20年立って、まあそろそろ考えてもいいのかなというような時期には来てると思いますけど、なるほどね、そのだからこう真実に近づきたいという意識がやっぱトーラさんものを書かれているところでやっぱりあるわけですよね。そうですね、というかその、僕が発信することもちょっとしたら嘘かもしれないんですけどもね、嘘かもしれないよね、ただ実はね、 それをこう読んでくれる人の心っていうのは本当なので、そうか、いつでもじゃあその何かこういう作品やものにね、向き合う人っていうの心だけは本当なんだなっていう。あ、そうですね、シンプルだけど、それってなかなか気づきにくいことかもしれないですね、自分の心の中だけが本当だっていう、まあ、タイガーさんも言ってるんですけども、世界のこと分かろうとするとか人のこと分かろうとする前に、自分のこと分かろうとした方が早いんじゃないかっていうようなことを、なるほど、その本の中でも言ってるんですけども、それかもしれないですね、自分のことは実はよくわからないっていうのが、逆にやっぱり そうかもしれないですね。そうですね、ずっとそういうことの歴史の積み重ねだったりするところもあると思います。いや今日はなんかいろんな他にも曲も持ってきていただいたんですけど、お話の方がこう面白くて、なんかこう、また別の機会だと思いますけれども、今夜のエブリバディノーズは、AV 黄金時代という書籍を、著者のトーラ美希さんをお迎えしましたけれども、またなんか別の形でなんかいろいろお話聞かせてください。はい、ありがとうございました。じゃあ遠江雅人さんのおしゃべりなカラスを聞きながら、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。寂しい手を広げ、夜空は白い爪を伸ばし、公園にはおまわりの影もなく、僕は犬のように足を折り曲げ眠った。僕はその夜不思議な夢を見た。それはどこか遠く山の中、流れのない
よどみに浮かんで泡たちが何かブツブツつぶやいていた。今の時代に頬張ればどこかとんでもないところへ行きそうなおしゃべりな風がそうつぶやいていた。ちょうど時間となりました。ちょっとしたい気願いまして、またのご縁とお預かり。